天保12年のシェイクスピア上演中の10月15日、蜷川幸雄は70歳の誕生日を迎えた。本当に妥協せずにね、あとはもう素晴らしく世界の蜷川ですから、得意なものは全部封じてやる。僕は驚かないからねとか、間違ったことで怒鳴ってるわけじゃ決してないよ。笑う時が好き。なんでできないんだってこう地団駄を踏んだんですよ。お前の話は悪夢だ。初演出以来36年、蜷川美学と言われる華麗さと創造性にあふれた舞台で常に演劇界を牽引してきた70歳の演出家。今なお衰えを知らないその創作力の源はどこにあるのだろうか。2005年、蜷川の主な仕事を振り返ることでその手がかりを探る。蜷川さん、今年の仕事にダメ出ししてください。ダメ出しか。まあ、今になると直したい箇所は何箇所かあるんですね。全体としてはまあそう悪くないかなとは思っているんですけども。蜷川の仕事始めは1月3日、幻に心もそぞろ狂おしの我ら正門の稽古だった。正門の味方を攻め、この作品は1974年当時、本来蜷川が演出するはずが劇団解散という事情の中で手掛けられなかった因縁の芝居である。正門はその時死ぬべきだった。残酷さを誇るお前が殺すべきだった。3月、アーノルド・ウェスカー作キッチンの稽古。文学座や新劇の人たちがあの作品をやっていた。そういう手つきそのものに違和感があったわけですね。長い間の日本における輸入されている現代劇としての新しい演劇を違うだろうってちょっとやり直してやろうかなと思ってましたから、そういう積年の新劇に対するですねライバル意識があそこでああいう形でキッチンをやってみたと。連日2000人分のランチを供するロンドンのとてつもなく繁盛しているレストランの厨房を舞台に、そこで働く人々の日常と苦悩、夢をリアルな芝居で描き出した。ただそこで来るには金がいるんだよ。何をドイツ人のくせに。主人が私のために家を買ってくれるんですって。バレンガー。初演はその当時そういう女優さんがギリシャ悲劇を朗々とやれるような、それから激しい情熱を持って、あるいは激しい内的なこう衝動を持って演じられる人がいなかったから男でやったわけですけども、大竹さんの出現で、まあ、女性たちでできるようになった。そのことはものすごくこう大きな意味があると思うんですね。ゲス男、私を捨てて。5月、メディア上演。かつて世界の蜷川の評価を決定づけた作品を自らの手で破壊し、新たな演出で2005年に蘇らせた。この手を掴んだのは裏切り者、下を開けたのは不実な男。それを決断させたのが大竹しのぶの圧倒的な演技力である。それは母親が私たちが言えること、あなたなんかに言わせない。年寄りさん、ここへおいでなさい。6月、近代能楽集外場小町よろぼしを上演。三島由紀夫の普遍的テーマを持った古典作品を蜷川独自の世界観で演出した衝撃作である。どう？7月にはニューヨークリンカーンセンターでも公演、絶賛を浴びる。おはようございます。おはようございます。どうですか？ニューヨークまでわざわざ。目の肥えたニューヨークの観客を前に演じたことは僕にとって刺激的な体験だった。君は見つけた。僕は確かにこの世の終わりを見た。あれは言葉じゃない、歌でもない、あれが人間の悪共感というやつなんだ。同時進行で7月には初めて歌舞伎の演出を手掛けた。それが蜷川12夜。幕が開くと全面鏡張りの舞台は一瞬で観客を魅了。東洋の平面的な舞台に
西洋劇の遠近法を取り込んだ。古典から現代劇まで、あらゆる舞台作品を演出してきた蜷川ならではの演出である。いとも麗しき姫君様、あらぬかんばせとやらを見るがよい。まことまれなるお気ぐらいの高さ、今まで求めしまことのもの。おめでとうございました。蜷川十二夜が終わるとすぐ、今年最大の話題作、天保十二年のシェイクスピアの稽古を開始。9月から2ヶ月にわたって上演されたこの作品は、公演中に70歳を迎える蜷川の記念作。かつて蜷川と関わってきた主要な俳優が一堂に揃い、祭りのような熱気と華やかさに溢れていた。蜷川さん、今年はどうでしたか？面白かったですよ。それから自分のことがよく分かりました。俺こんなに人を憎んだり、いろんなことにこだわって、結構めめしくですね、その屈辱的な怒りの持続力って、そのことだけはあるんだなっていうのが実によく分かりましたね。今喋ってても、僕を突き動かしてるのは幸せな感じというよりは孤立感なんだなと。でその孤立感も、他の人たちはみんなもっと蜷川さん恵まれてるじゃないですかとか、蜷川さんみたいないい条件で仕事できる人なんかいないですよとか、みんな評価してくれていいじゃないですかって言ってるんだけど、ちょっとも豊かな思いを、しているとは思ってなくてですね、なんかいつまでもこう行かれる若者じゃないんですけど、行かれるじじいという感じで、俺ってそういう人間なんだと実によく分かりましたね。ですから充実感というより、2005の全作品は自分の資質というものが明瞭になってきた。俺ってこういう人だったんだとよく分かって、これからはちょっと来年からもうちょっと違う、もうそれはいいから新しい蜷川さんになっていただきたいっていうふうに自分で思ってるんですけど、うまくいくんですかね。